会いたいは、2012年11月7日から2013年1月17日に、韓国の MBC にて放送された、テレビドラマ。全21話。ムンヒジョンが脚本を書き、パクユチョンが刑事役で主演を務め、イ・ジェドンとパクチェ・ボムが監督した恋愛ドラマである。父親に暴力を振るわれていたイスヨン。父は逮捕され、 死刑となったが、周りから人殺しの娘と呼ばれるようになる。一方、アメリカから帰国したばかりのハン・ジョンウは、ある日、スヨンと偶然出会い興味を抱く。やがて二人は、お互いにとって、たった一人の友達になる。ところがある日、二人は、拉致されてしまう。ジョンウは、父によって助けられるが、スヨンは、行方不明になってしまう。14年後、刑事となったジョンウは、 スヨンを探し続けていた。一方、ジョイと解明し、デザイナーとしてパリで活躍していたスヨンは、ファッションショーのため、14年ぶりに韓国に帰国することになる。家族同然の恋人、ハリーと一緒に帰国したジョイは、ジョンウと再会するが、ハンテジュンの元秘書でヒョンジュンの協力者、ヒョンジュンに対して尊敬の意を持ち、最後まで彼に忠誠を誓っていた。 ありがとうございます。